ブキティンギの街並みブキティンギは、インドネシアの西スマトラ州にある町で、同州アガム県の県庁所在地である。その地名は、現地語で、高い丘を意味する。植民地時代の交渉は、デコックトリで、スマトラ島中部の西岸部分を占める西スマトラ州の、州都パダンから北へ、約90キロメートルの場所、アガム高原の中央部に位置する。町の規模は小さい。 標高約900メートルにあるため、年間を通して、日中の気温は約摂氏20度と安定していて、夜はやや冷え込むが、比較的過ごしやすい土地である。周囲を、村っぴ山、新ン山、佐護山、パサマン山などの山々に囲まれ、西スマトラでも随一と言われる美しい景観を持っているため、植民地時代から多くの観光客が訪れていた。現在でも、 世界最大の母系社会として知られる、ミナンカバウ族の伝統的な文化に触れることができるため、外国人観光客が多く訪れている。詳細に書けると評される、ミナンカバウ族が居住する村として、古くから存続していたが、19世紀前半、現地のイスラーム監修派と、メッカ帰りのパドリ派との内紛に、オランダが介入し、パドリ派を制圧するために、1825年、 武器ンギに星型の砦を建設した。その時のオランダ軍の将軍の名前から、砦はデコック砦と称され、以後、武器ンギの町もそのように称されることになった。1942年、オランダ領東、インドへの日本軍の侵攻後、今日のインドネシア全域で日本軍勢が開始されると、武器ンギには陸軍第25軍の参謀本部が置かれ、 スマトラ島全域を統括することになった。オランダとの独立戦争では、1948年12月13日、オランダの総攻撃によってインドネシア共和国首都のジョグジャカルタが陥落し、スカルノやハッタラ共和国首脳がオランダ軍に拘束されると、共和国の臨時政府がこの武器転儀に樹立され、共和国の名脈を保つことになった。 インドネシア独立後の1950年代後半、中央政府に対する地方の反乱が起こると、1958年2月15日、西スマトラの反乱軍は、インドネシア共和国革命政府の樹立を宣言し、このブキティンギをその首都にした。ブキティンギ市内には、日本軍世紀、旧日本軍が築造した防空壕があるが、1987年、 インドネシア政府はその意向を、インドネシア労務者を殺害し、遺棄した穴という紹介で、国立公園に指定した。そして、その防空壕を入り口に、急日本軍が労務者を殴打ーーするレリーフを設置した。日本軍の防空壕これに対して、日本人ジャーナリスト加藤博士が、急日本軍関係者に聞き取りを行い、現地労働者には、日当も支払い、 虐殺は愚か負傷者も出ていないなどの証言を得た上で急日本軍による虐殺はなかったと指摘した。インドネシア政府は1997年急日本軍は虐殺をしていない。間違いだった。と公式に認めこのレリーフを撤去させたが2004年には依然として現地のガイドがその意向を 旧日本軍による虐殺の穴と紹介していることが新聞報道で明らかになった。また、2002年には1997年に日本の ODA によって建設されたコタパンジャンダムが自然に悪影響を与えるとして、現地住民3861人がダム撤去など現状回復と被害への賠償を求めて日本政府、東電設計。 JBIC JIGA を被告として東京地裁に提訴した2004年現在も係争中である時計台ありがとうございます。